アメリカン航空816便墜落事故は1973年7月22日に発生した航空事故である。オークランド国際空港からファーア国際空港を経由してロサンゼルス国際空港へ向かっていたパンアメリカン航空816便がファーア国際空港からの離陸直後に墜落し乗員乗客79人中78人が死亡した。この事故は ポリネシアで発生した航空事故としては最悪のものとなった。816便はオークランド国際空港からファーア国際空港を経由してロサンゼルス国際空港へ向かう国際定期旅客便だった。現地時間22時頃、816便はファーア国際空港の滑走路04から離陸した。機体は高度300フィートまで上昇し、機長は 左旋回を開始した。バンク角が大きくなり、816便は空港の北 3km 地点の海上へ墜落した。墜落を生き延びたのはカナダ人の乗客一人のみだった。FAA レジストリ、フェデラルアビエーションアドミニストレーション、ABC 自己詳細、アビエーション、セーフティーネットワークハット、フレンチ、ポリネシアや、セーフティープロフィール、アビエーション、 セーフティーネットワーク2021年4月13日閲覧クラッシュオブ A ボーイング707から321バイトオフパペーテ78キルド2021年4月13日閲覧ワンサバイブスアズ US エアライナークラッシュズウィズ79アボードインザオーシャンオフタヒチニューヨークタイムズ2021年4月13日閲覧ありがとうございます